長、今回はちょっと嬉しいニュースですが、三鷹の夏の一大イベントである三鷹商工祭りが3年ぶりに開催されるそうですね。そうなんですよね、3年ぶりなんですけど、まあ、いろいろな予防策をしっかりしとって、まあ、開催するっていうことで、まあ、頑張ってますけども、はい、まあ、本当に今陽性者がまた爆発的に増えてますけどもね、まあ、しっかりと予防してもらって、いいお祭りにしたいなというふうに思ってますね。商工祭りっていうのは商工会がやるんですけども、まあ、3年ぶりということでそういう、まあ、気合い入って皆さん来るのをお待ちしてるっていう、そういう状況ですね、はい、三鷹の町を活性化するために商工会の皆さん頑張ってらっしゃるんですね。そうですね、まあ、アフターコロナで、まあ、早くこう終わってほしいんですけども、まあ、しばらくの間地域のお祭りとして、ウィズコロナって言いますけども、まあ、コロナもある程度蔓延してるけれどもしっかり予防策を取って乗り越えていくということを、皆さん今工夫してさまざまなイベントがやられています。はい、今回はどのような内容があるんですか？詳しくは知らないんだけどね、聞いてるところによると、市内飲食店による模擬店、それから各種ステージでのイベントでヒーローショーとか、まあ、今まで通りのことをやりたいというふうなことを中心に、事業を計画しているようですね。はい、コロナ禍での開催ということで今までとは何か注意点とか変わった点はあるんですか？そうですね、感染防止のために会場に3つの出入り口を設けたりとかですね、その3つごとにしっかり予防で消毒液をかけたりとかですね、それからステージ前の密集を避けるための工夫ということを聞いています。感染対策もしっかりされているんですね。はい、そうですね、はいはい、7月16日と17日の2日間市役所周辺で開催ということでぜひ多くの方に訪れていただきたいですね。そうですね、はい、あと夏の間のイベントということではですね、まあ、皆さんご存知の三鷹阿波踊りもあります。まあ、連ごとに参加するっていう形じゃなくて、まあ、一つの参加者全員が、まあ、一つの連みたいな感じでの、盛り上がりを探っていきたいというふうに言ってました。これはやっぱり練習ができないんですよね、連ごとに、今密になるとかいうことも心配がありますから、まあ、そういう意味で、ある程度個人で楽しんで練習する方が一緒に参加する、それを見た方が一緒に参加するっていうことを考えているというふうに聞いています。はい、それぞれ準備なさってるんですね。そうですね、でも早くね独特のリズムでの練習の音とか街中で聞こえてくるわけですよね、夏になると。早くそういうものを取り戻したいというふうに思ってます。そうですね。そして毎年9月に開催されている三鷹国際交流フェスティバル、こちらはどういう予定なんですか？今実施する方向で、準備が進められています。で、まあ、密にならないようにっていうふうになると、まあ、距離を取ることになると思いますが、まあ飲食物のですね、まあ、それをどうするかとかいう問題とか、密にならないためにするようにするためには、井の頭公園広いですから、はい、会場をちょっと今までよりももっと広く用意できないかということでの交渉もしているようです。まあ、同じ人数ならば、まあ、隣のグランドなんかも使えないかとかですね、そういうことを東京都の方、皆さんの方と協議をしているというふうに聞いています。いろいろと工夫されて準備されているようですが、開催していただけると嬉しいですね。そうですね、早く三鷹のにぎわいを取り戻して、まあ、一刻も早くまさにマスクを取って笑顔を交わせるようなそういうところに行けばいいというふうに思ってますけどね。はい、よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。